じゃあおはようございます。おはようございます。じゃあ幹事さんだから。ございます。共同通信の三浦です。はい。感謝から一問お願いします。じゃあ先に冒頭発言だけ。すいません。それであの私から冒頭一件でございます。ナイスステップな、研究者2021の選定につきましてでございます。科学技術学術政策研究所では、科学技術のさまざまな分野において活躍をされ。日本に元気を与えてくれた方々をナイステップな研究者として毎年選定いたしてございます。本年におきましても国内外へ広く研究成果を展開している新進系の若手研究者10名を選定しますのでご報告をいたします。事前にプレスの皆さん方には配布済みだと思います。来年早々にも受賞者の皆様との意見交換会が実施できればと考えてございます。成長戦略の第一の柱であります科学技術立国の実現に向けまして、現場の第一線で活躍されている皆様方からご意見を伺いまして、今後の政策の検討に役立てていきたいと考えております。私からは以上でございます。はい、学校法人のガバナンス対策会議の関係でお伺いしたいと思います。はい、昨日座長ですとか専門家会議のメンバーから大臣に報告書の施行があったと思います。はい、その後ですね、日本記者クラブで会見がありまして、はい、まあ、改革をですね、急いでほしいということと、私学団体などの反発も踏まえて、はい、有識者会議の報告、専門家会議の報告書を、まあ、きちんと理解してほしいというメッセージがありました。はい、また少しですね、パブリックコメントの結果も踏まえて、少し文科省に対しても、まあ、批判というかですね、不快感があったんですけれども、はい、昨日の報告書の施行を踏まえて、改めて大臣としてですね、この改革をどういうふうに進めていかれるのか、はい、受け止めですとか、今後の方針をお願いして、お伺いできればと思います。はい、昨日の夕方の5時30分から実は増田会長、八田先生、そして松本先生、松本美奈先生、女性の方でした。3人お見をいただきまして、30分近く意見交換というか説明を受けました。で、私の方からは学校法人ガバナンス改革会議につきまして、約5ヶ月にわたって7月9日からです、11回の会議を開いていただきまして、丁寧なご審議をいただきまして、その答申を頂戴をいたしました。その中で、まあ、ぜひ先生方から提言の内容をしっかり受け止めていただきたいという一丁目一番地もございますというとのお話もございました。私自身は真摯に受け止めさせていただきまして、もう一度改めて読ませていただきたいということを言ってございます。学校法人のガバナンス改革をめぐりましては、改革への社会の期待とか、まあ、会議の結論やこれまでの議論の進め方につきまして、まあ、私立学校の関係者の方々や一部与党の議員からもいろんなご意見が出てございます。パブリックコメントはそういう話をこの前、役所の方からもお願いをしたんですけれども、そのことは今のところそれにこだわらずですね、まあ、広くこれからちょっと意見を求めなきゃならない、その上で提案を練っていくということになろうかと思っております。まあ、できるだけ早い時期にということは念頭にあるんですけれども、まあ、作業は急ぎたいと、そのようにお願いします。まあ、はい、各社それでは、はい、どうぞ。すいません、毎日新聞の大久保です。はい、日大の関係で伺いたいんですけれども、はい、先般の日本大学の方が日本大学の記者会見がございました。はい、それで中間報告も公表されたということだと思うんですけれども、はい、大臣として、まあ、この中間報告記者会見を、まあ、ご覧になったり、まあ、報道でご覧になったかもしれませんが、はいはい、それに対する受け止め十分だという、まあ、ご説明としてですね、はいはい、現段階で十分だというふうにお考えなのかどうかというところと、それから、まあ、日本大学その、まあ、聞いての話では最終報告は年度末ぐらいになりそうだというような、まあ、説明があったんですが、はい、まあ、私学助成に関してはその、まあ、2月ぐらいに大体その判定が下されるということで、最終報告を待つことなく
私学助成を交付するかどうか判定、減額するかどうか判定することになるんだと思うんですけど、はい、まあ、現段階での、 その、まあ、中間報告とか記者会見を見た上での、 その印象とか、その助成金の報告に関してのですね、考え方をちょっと伺えればと思います。はい、日本大学に対しましては説明責任を果たすように再三繰り返して申し上げてきました。ようやく先週12月10日でしたかね、報告記者会見をされて、その後文科省の方に人間になったことは伺ってございます。事務方がお会いしました。まあ、それは皆さんご承知の通り、前理事長と永久に決裂をするということで、日大事業部の清算をですね、視野に入れるということ、それと外部有識者によります、まあ、再生会議を設けたいという、その話を伺ってございます。ただ具体的な改善策が見られたわけではありませんので、まあ、お話はお話としてですね、伺ったわけでありまして、これからの対応をしっかり見守っていきたいということ、必要に応じて文科省の方から改めて日大側に対しましてですね、こちらの方からの考え方を示すこともあろうかと思っておるところでございます。いずれにしましても社会から十分なこの理解が得られたとは到底思えない、極めて、まあ、当たり前のお話を持ってこられたなという考えを持っております。そういうことでございます。はい、それとあとはですね、まあ一応以上です。助成金の関係は、助成金につきましては私立学校の新興共済事業団でした、その方でですね、まあ、1月は高校第1次は見送ったわけなんですけど、2次のことが等があるんですけれども、日大の状況を見ながらですね、丁寧に判断していきたいと、このようにと思います。いずれにしても厳正なですね、対処ということが必要でありますので、よくご意見を頂戴しながらですね、判断したい。これは私学振興助成法に書かれている第5条6条ですが、これに沿ったですね、ことは十分念頭に置いております。大臣、お時間がもうないので、こちらで終わりにしたいと思います。すみません、ギリギリです。こちらから、ありがとうございます。